シニアにとっての年金の大切さは、経済的安定と生活の質を維持するために不可欠です。以下に論理的段階を示します。1、社会的な役割としての年金。年金は長い労働人生を過ごした後のシニアにとって退職後の生活を支える重要な手段です。労働力を提供する一方で、社会的な安定を保つために貢献してきたシニアが年金を通じて報いられる仕組みです。2、経済的な安定と予測可能性。年金は退職後の収入源を確保する手段として機能します。労働収入が途絶えた後でも、年金によって基本的な生活費や医療費、住居費などをカバーすることができます。これにより、シニアは経済的な心配を減らし、予測可能な生活を送ることができます。3、高齢化社会への対応。多くの国々が高齢化社会に移行しており、長寿化が進む一方で、働ける年齢の人々が減少しています。このような状況下で、年金は社会的な安定を維持するために不可欠です。年金制度によって、高齢のシニアも尊厳を持って生活し続けることが可能となります。4、健康と生活の質の維持。年金は健康状態が悪化したり、高齢による体力の低下があっても、基本的なニーズを満たすための資金を提供します。これにより、必要な医療ケアや介護を受けることができ、より良い生活の質を保つことが可能です。5、家族や社会への貢献。年金を受け取るシニアが、家族や社会に貢献する機会が増えます。経済的な安定が保たれることで、シニアは孫や子供たちに支援を提供したり、ボランティア活動に参加したりする余裕が生まれます。以上の論理的な段階を通じて、年金がシニアにとってなぜ大切かが理解できるかと思います。年金制度は経済的な安定や社会的な調和を促進し、長い人生を健康で充実したものにするための重要な要素です。